衆議院の平井武です。今日は地元に帰っても皆様からいろいろとご質問を受ける、今回の経済危機対策、補正予算についてお話をさせていただきたいと思います。今回の補正予算は、真水で15.4兆円、事業規模では56.8兆円という、過去最大規模のものになります。それは日本の経済を底割れさせないための緊急的な対応、それと同時に日本の将来を担う分野、そこに集中的に投資しようと、この両方を狙った予算になっているからであります。その中でも特に今回一番重要視しているのが、雇用と中小企業等々に対する金融対策、ここはもう全力で我々政策パッケージをまとめました。また同時に医療や介護、そして子育ての分野にも手厚く予算を配分させていただいています。これは皆様方の将来の安全安心につながるものと思っています。また今回新しくその低酸素革命に資するような政策も用意をしています。これは学校のスクールニューディルといわれる耐震化、そして太陽光等々の設備、それと地デジやパソコン等々のその設備を同時に学校にその作ろうという政策等々があります。また省エネ家電の買い替え支援や低公害車のこれも買い替え、また購入支援というものもあります。そして何よりも今回の経済政策の中で一番重要視したのは、財政が厳しい地方自治体に積極的に前倒しして必要な事業をやってもらおうということであります。1.4兆円のその交付金を用意をしていますが、これは地方自治体が今まで負担しなきゃいけなかった部分を9割国で補填をしようということであります。また1兆円規模のその交付金は、これは地方に新しい基準によって配分をされます。今回は香川県にも高松市にも小豆島町にも直島町にも、これは土庄町にもですね、適正規模の予算が配分されることになります。つまり地方を元気にしていこうということであります。また食料安全保障、地方の農家を守るためにも、農業にも1兆円を超える規模の経済対策を用意をさせていただいています。この3年間を集中的な投資することによって、できるだけ日本の経済をその回復させたい、そして潜在成長率を超える成長という過程に持っていきたいというのが我々の狙いであります。今回の経済対策につきましては、今後とも地元に帰りまして、細かく皆様方に説明させていただくと同時に、地域にとって何が必要かというそのような話もですね、これからそれぞれ県市とも話し合いながら進めていきたいと思います。経済対策が何よりも今は重要だと考えています。全力で頑張っていきます。